8月19日になりました。四国地方もやっと梅雨が明けましたね。やっとですね。もういきなり昨日までもう雨降ってたんで、めちゃくちゃ蒸し暑い。全国的に猛暑日。そうやね。でかぼちゃのうどんこびを消しながらで、黄色くなってきた葉っぱはもうどんどん切って新規入れ替えしながらやってきました。まあなんとかこんな感じで葉っぱは綺麗な状態を保てています。葉っぱも綺麗やし、うん、実もそろそろ。そうやね、いう時期です。はい、じゃあ実を見てみましょうか。はい、これが一番最初に結実した実です。もう夕焼けに当たって、ちょっと黄ばんで見えますが、で、かぼちゃの実の収穫の適期の目安っていうのが、ここの実のヘタの部分のコルク化ってよく言われるんですけど、どの程度までコルク化になったら取っていいのかっていうのがちょっと分かりにくいんですが、私たちが目安にしているのはこの縦にこうひび割れるんですけど、最初にで、その後横にもひびが入るんですね。で横に入るともう収穫適期だそうなので、それを目安にしています。はい、こういう風に横にもひびが入るともう収穫していい、もう十分収穫していいという時期になるそうです。これを目安に私たちは収穫しています。はい、他のやつも見てみましょう。これが、4番目だったかな。はい、こういう感じで綺麗に横にもひびが入ってますね。これももう十分なので収穫できます。じゃあ収穫しましょう。はい、お願いします。はい、収穫します。よいしょ。はい、取れました。ちょっと小ぶりやね。あ、でも結構重い。大きさはちょっと小ぶりだけど熟してるんで結構詰まってそうやね。はい、じゃああと残りも全部取ろうか。はい、じゃあ取ってください。はい、収穫します。はい、はい、取れました。ああ、でも色綺麗やね。これも収穫しましょう。はい、よいしょ、危ない。あ、これも綺麗。これもなんか大きさの割にはなんか重いって感じがしますね、今回のは。そうやな、ね、詰まってる。はい、もう一個あるね。取るね。はい、はい、どうぞ。よいしょ。はい、かぼちゃはあれだよね、空中栽培でも支えなくても落ちないです。たまに落ちるのは株が枯れてるやつね。はい、収穫できました。最初に結実した4個を収穫しました。4株植えたんで、うんうん、1株に1個、うん、1個はまず取れたね。ちょうどね、なり疲れとかいうのもこれでなくなるので、うん、そうやね、この次がね、またこれからまたできてくるよね。まあ、すでに何個かできてくる、うん、はい、ちょっと難解の持ち方をしてます、はい、手をクロスにして持ってますが、これが持ちやすいんだそうです。はい、また新たにもう虫さんが受粉してくれたかぼちゃが育ってきていますね。はい、でさらにここにも1個あって、でそこにも1個できています。これはもうできたてやね。はい、こんな感じで今4個収穫したので、このあとこういうのが次々と大きくなってくるし、芽花もたくさん咲いて、できてくると思います。株に結構元気があるので。そうやね、できてくると思う。実がたくさん成長してる時は芽花の株元のかぼちゃの赤ちゃんが黄色くなって全然結実しなくなるんですけど、あれはなり疲れで、収穫したらまた実が軽くなって株に元気が出てきてたくさん実ができるようになりますよ ね。初年度はさ、かぼちゃの赤ちゃんのところが黄色くなってね、咲く花全部黄色くなって、もうどうしたんやろうと思って、土が悪いんかなとか言って他の場所から土を入れ替えたりとかいろいろしましたが、結局はなり疲れでした。収穫したらまた株が元気になって、綺麗な花が咲いて結実するようになりました。なんか株自身がこう自分で加減してるみたいな感じ。そうそう、ね、はい、今日は4個収穫できました。かぼちゃはこのまま食べるんじゃなくて、しばらく数週間から1ヶ月ぐらい追熟させておくと、中のでんぷんが糖に変わって甘みが出るので、しばらく置いておきます。
この後はもうしばらくかぼちゃが取れるまで栽培を続けたいと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。